おはようございます。それでは賛美をもって主を心からましょう。お立ちになられる方はどうぞご自由にお立ちください。18番永遠に向かってから賛美します。あんたなる確かなる目指すべき世界に向かって一歩一歩神様と共に歩み続けて行こう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んで行こう。時には立ち止まったり、時には先が見えなくなっても、神の言葉がある。感謝して賛美して神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでいこう。永遠に向かって、遥かなる確かなる目指すべき世界に向かって、一歩一歩神様と共に歩み続けて行こう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んで行こう。立ち止まったり、時には先が見えなくなっても、神の言葉がある。感謝して賛美して、神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでいこう。永遠に向かって、永遠に向かって。
主おの主の主このあなた方のすべてをもってこの主を褒めたたえ賛美していきなさいと言われます。またあなた方のすべてをもってこの感謝を捧げ続けていきなさいと言われます。私はあなたの存在を喜んでいる。それ私はこのあなたの弱さに私の力を着せ、このあなたの劣ったところを私の良いもので飾り、あなたの存在を用いていこうと主が言われます。それではさらに詩を賛美してまいりましょう。17番聖霊の風の響きです。イエスは十字架により勝利を取られた。復活され今も生きておられる方、永遠の命受けて与えられたこの道を、あなたの恵みによってずっとまっすぐに進もう。聖霊の風の響きが全世界なり荒地に潤いのある命の水が湧き溢れ、リバイバルが始まった。ハレルヤ。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。賛美の恵みをありがとうございます。また予言の言葉をありがとうございます。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが臨んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。